こんにちは、沼です。パープルアプリやっていきます。今回は南達也デッキですね、いきたいと思います。ドエ、達也、オクタビア、サナちゃん、南、守ると。で、守が入ってきたっていうところ、そしてサナが入ってきたところっていうところで、かなりデッキには安定感がこう生まれているんじゃないのかな、今の時代というところと、まあ、オクタビアと、あとは達也の2個目の金とこは結構不確定なので、そこはまあなんとかね、依存に備えて頑張りたいかなというところです。では行きましょう。これほんとメンタルとかで、まあ、びっくり出てないっていうところと、一周目は石が入んないんで、あんまりこうむやみやたらに行く必要はないかなって勝手に思っています。これめちゃくちゃうまい。ちょっと休んで悪性狙いでもいいんですけど、さすがに同栄のびっくりが出てるときは追いかけたいですね。で、宝石は3人びっくりチャレンジ、まあびっくりチャンスがあるので、そんなにこうビクビクはしなくていいと思います。ただまあ同栄のときはね、結構比較的頑張って狙いに行った方がいいかなというのが所持のところですね。お、これはさすがに休みで良きですね。で、これ作って壊しておきましょう。で、金のクメダルは基本的にいらないので、まあ、これでアクセアとかが入れば、まあ、最高の形にはなるのでね。わー、来ないか。もう一個アクセ作れますが。今はアクセっていうか、宝石の採掘場を作って、さっさと、こう、何かしらの施設が生まれたい。というところで、まあ、コントロール踏みましょう。体力の消費も少ないですからね、今度と。で、ここまず宝石買っている。達也か。まあ、しょうがないですかね。重い玉が87だっけ？あ、大丈夫だ。千丸でしたわ。え。ほい。で、宝石はまあ大体大丈夫。え、これ回復ですね。羨ましい。ダイナマイトは大体大丈夫。やる。回復でもよかったか。うん、ここは一回バックしますが、ちょっとばかし嫌な流れだ。うん、ちょっと南とあとはサナちゃん全く上げれてないので、まあサナは彼女になるといえども、やっぱりちょっとでも早い方が絶対、こう流れ的には有利にはなるので、打たれ強さ。ちょっと早くアクセを作りたいな、パッパパッパやって。守るか、リリース取って、制圧取って取れるかな、取れないかな、取れません。あとは同栄が全く絡んでないので、それは結構やばいです。そう、亀石が全く動かないので、なかなか流れが作りにくいですね。で、ここを南ちゃんにしておきます。評価が上がってなさすぎる。なんかこう、達也にすると、勝ち運とか、あとは、順応のコツももらえるんで、結構大きいみたいなんですけど、まあ、みなみちゃんからでいいかなっていうところですね。で、これ、守備、サナ。一回休んじゃうか。アクセアこいて。まずいな、走ってるな。で、ようやく一個雫作れる。で、技術メダル作っちゃいましょうか。もう、ここにも行こう。あ、ナイス。ただ、こっち行きたい感もあるが、さすがにこれは同栄取るしかない。まあ、なんとも言えないですね。2人の評価が全然上がってない。あ、アクセア一応入りましたね、とは。購買部入った今。あ、1個入ってますね。オッケーオッケー。一回壊しといてもいいかもしれないが、しかし、南か。南オクタでいいですね。逃げ玉はもらったっけ？うん、60までは上げて、あとはちょっと急速に満振りしたいです。購買部今いくつになった？金だけか、ちょっと。まあサナを踏んでってさっさと上げていくしかないか。ラブパ、おお、ナイス。
これ評価まだかな。あと1回ぐらいですね。うん、スタミナで光るのやっぱ大きいな。フレアと違ってそこがかなり差別点としては大きいですね。おお、難しいところですね。もう一回ワンチャン狙うのか、まあ守るところがおにぎりも確定なので、結構まあ大きいかなっていう感じはしますよね。で、宝石確かもらってるんだっけ？石が足りません。はい。で、ちょっと待ってください。みなみちゃんが行ってないんで、これはまだ置いとく必要ありと。変化は稼いどかないと全然伸ばせません。あー、それじゃない。うん、どうへ、OK。そう、みなみちゃんが早めに欲しいな、という感じはありますね。ありけりですね。宝石取りたいなでどうへ来ている、一応。これいっちゃうか。まあ、あんまりこう、のんびりしとくの嫌いなので。伸び。うん、ここは下選んでおきます。縛りはないんですけど、まあ、安定を考えると取っておきたいなというところですね。で、はい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 、強いね。33%、これちょっと押してえな。制圧。制圧。これちょっと押したいっすね。ドン！ナイス。まあ、変化を稼げる石が少なくて。で、休息骨もあると。大きい。で、まあ、ここが結構空きになっちゃってるのももったいないな。ただま、今作るもんないので、正直。あ、みなみちゃん取りましょうか、これ。あ、うん、サナは入るよね。オッケーオッケー。じゃあ、大丈夫で、筋力メダル作ります。で、彼女できました。うん、この安心感は本当に他の彼女にはない圧倒的な力かなという感じはしますね。あとは南が早めに来てほしいなというところです。大吉ナイスで、筋力になる結局結構早めに退散させることにはなってしまいました。で、ツルハシを作りましょうか。全然作って大丈夫。あとは、結構出たとこ勝負みたいなとこあります。同へ。縛り。ナイス。で、イベント走りませんね、と。ああ、イベント走んねえな。イベント走んねえな。どうしましょう。同意はいらんからな。これもう一回デートをしときましょうか。ああ、送った早いな。ちょっと、急速上げれない。で、達也も走っている。みんな走ってる。みんな走ってる。うわー、これはマジで何をやっているんだ君たちって感じか。ここの変化でかかったでしょうねっていう話と、宝石立てようかな。いや、ちょっと気早いな。ちょっと気早すぎるな。乾燥した？ああ、乾燥しましたね。技術もったいない。ちょこっとばかし乾燥させてしまいましたが、で、おお、いいっすね。全然強いんだけど、急速。ただちょっと、あれが、技術がぐぬぬぬぬってなってる。つらい。縛りはくれるキャラいないよね。順応も、もうくれるキャラいない。うん、普通に拾って大丈夫なんですけど、できたら、あげたいなと。あげれませんね。あげれませんね。どこもあげれませんね。まあ、雫のところしかないっすよね。まあ、こうするしかないっすよね。あげるんなら。
宝石絶対不足してくるわ。 100% 言える。5000点。筋力ちょっと待って達也マジで。あ、オッケーオッケー。ちょっともう上げるんで、上げるんでちょっと待ってください。もう急速価値 1もらってるんでもういいでしょう。あー、見ないか。これは拾いましょうか。どうへ、ポンコツ早めに欲しいな感がまあ非常にありますっていうところと、一応4掘れるんで宝石悪くないです。あー違う違う、それじゃない。悪くないんですよね。この石の消費で170とか稼げるんだったら悪くないんですけど、結構この宝石の数がやばいことになってきてるんで、守備振りましょう。ナイス回復。うん、ダイナマイトは本当にうまい感じで爆発してくれている。で、守るまたいい感じ。これ一回拾うか。一回拾いましょう。まあ、どっちかっていうと、購買部をね、レベルアップさせたいなっていうところです。で、あそこ不足した。わー、強い。強いけど、さすがにここは無理っすね。で、シュートを埋めましょう。で、一回、ここはデート挟んどきます。で、もう一回デートするんであれば、ちょっとばかし、伸びが、あ、終わってますね。大丈夫か。うん。では、デート仕掛けちゃいましょう。ヒゲ。南が全く来ないのがやばい。何の働きもしてない。達也はバリバリ働いている。まあ、強いんですけどね。ポンコツください。OK。あー、これした。勝負するか。くそー。だから勝負したくないんだよな。めちゃくちゃ強い。これ以上ないタック変化入りました。で、ある程度上げます。で、470か。まあ、大丈夫っすね。これでかいわ。変化入らないですからね、普段。このダブルがうまく入ったな、大きい。あ、すごいな。ダイナマイトめちゃくちゃ来るんだけど。で、ミナミは何してんの状態なんですが、僕的には。ミナミちゃんマジで何してんのって感じですが。で、不足が起きておりますな。うん、変化大丈夫かな。めちゃくちゃ掘ってはいるんですよね。一気に不足が起きてもおかしくない。で、変化はもう77直前なので、まあ稼ぎきってますね、ほぼ。うん、バランスもいい。はい。マジで、みのりちゃん、早く、早く、早くしてください。いや、ほんとすごい。ダイナマイトタックの数が、ちょっと結構、とんでもないはず入っているのと、これ 40% ですけど、ちょっと勝負したいっすね。この石の量で600とか入ってるんで、まあ強い。スイッ、ナイスー。通していく。うん、いいですね。守りもあと1回ですね。うわー、まあそうだよね。一応備えてはいたんですが、まあちょっと厳しかったみたいですね。畜生は、これ悔しいな。これ結構強いですからね、今。亀石が取れるっていうのと。まあデートか。ナイス喫茶。まあ強いか。いやー、みなみちゃんにだいぶ引っ張られるな、すべて。これ普通に休みましょうか。体力欲しいですからね。
ようやく来ました。で、これでやっとあそこも終われた、あの地獄のような日々が終わりました。で、亀作りましょうか。亀作るのと、まあ、星があればあそこも行けるんだなっていうところで。で、これは速攻で星をもらいに行きましょうか。で、全然流れ的には悪くないで、勝利の星が入んなかったのは痛かったですけど、当然。9656ですかね。どりゃー、深海。で、精神はポイントそんなにはないので、まあ大丈夫という話と、これは行かなくていいですね、さすがに。で、どうしようかね。これ先行くか。よし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 。で、星ゲットしておきます。うん。1万点いきました。で、これ何にも起きてないです。あー、これありだな。ここの後ろパクッとしとくのありだな。来たか、これ。しかも変化。強い。これやばい、強い。これはやばい、強いの入りました。うわー、変化伸ばせるのでかいな。変化伸ばせるのでかいっすね、確かに。まあ、ただこっちはポイントが、異常に大きいんですよね。もう変化67、絶対いけっからな。あとはちょっと枯渇具合を見ましょうか。あ、枯渇寸前ですね。踏まない方がいいかもしれない。2だったらまだ耐えられる可能性あるんで。ツルハシ行きましょう。で、ここ、いや、技術も絶対不足するはずなんだよな。今回はこれでいきます。外岸で。宇宙層いらん。うわ、復活。復活しました。それはナイスすぎる。ちょ、待って待って待って。いいんだけどさ、筋力さ、乾燥してるんだよね。999だよね。筋力なんとかしましょう。3か。だったら90でなんとかしたいな。33。33って何かどこかでどうにかなりませんか。あ、どうにかなりましたね。スタミナでも踏めそうだけどな。だからあんまり振りたくないっすね。12だったらさすがに1ぐらいいいか。はい、これで踏みましょうか。うわ、強っ。変化いくなよ、マジで。よし、なんとか耐えました。これいくでしょう、さすがに。何キロあると思ってんのよ。ケイ、よし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 。全然いい。めちゃくちゃ強いわ。これ、マジ強くない？枯渇がいってしまうんで、さすがに取れないんですが。まあ、いい感じですね。あとは、守るだけ？多分、後イベの守るだけだと思われるので、まあ、ちょっと待機しながらでいいですね。行きましょうか。バランスも悪くないよ。本塁打現金。で、なんだ。技術、取っとこうか。まあ、技術は絶対大丈夫のはずなんだけど。これは変化取って、ここをもう枯渇させましょう。まあ、ここの威力でかいのはありがたすぎるので。で、300点を取る。星さっさと終わらそう。デート1回必要ですね。で、ここはもう変化枯渇。まあ、行ってしまってもしょうがないでいきます。オッケー。めっちゃ強そうですね。うわー、なるほど。まあまあ強い。で、
捕獲が、あと守備いけるのと、まあ、他のとこは何とも言えない。鶴橋チェンジしましょうか。これ強いよな、めちゃくちゃ。復活も取れてますしね。で、みなみちゃんもこれで全部行きました。はい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 。強い。それはずるいな。ちょっとこれ枯渇がだいぶ怪しいけど、おかげで。あー、ありがたいよー、ありがたいよー。少量。マジ一気になくなってほしいけど。300とか入ってたな、今。投資、尻上がり、現金、根性。まあ、めっちゃ強いですね、これ。あ、そうか、真ん中はもう終わってるんですね。おにぎりでも立てとくか、まあ、亀石を一歩増やしておくか。ちょっと枯渇が怪しいですからね。体力ないし、ね、いや、これは強い。枯渇がちょっといかないかもしれませんが。まあ、強すぎるぐらいの感じになってますね。いきますか。はい、イカ出ました。次行きましょう。危ねえ、マジで危ねえ。こう増やして、精神さ、これ枯渇するのかな。ただ休んでも守備とスタミナ狙いで良いような気がするんですよね。ナイス、順調。こう守備多分行くでしょう。行かない行かない、分からんけど、これ多分行くでしょう。で、亀石もまあ大丈夫ですね。行くでしょ。行ってくんないとやばい。あー、やばい。これはやばいことになったな。で、さすがにピンチャンしますか。うわー、ここで枯渇できないか。ちょっと、ヨーヨーはきつい。はい、いいか出ました。ということで、最後ですね。ここは、いやー、スタミナ届くか。いやー、無理だな。これで枯渇するって絶対ないっすもんね。いや、ないなー。しょうがないっすね。で、筋力は絶対海岸仕掛けてよくて、あとどうなんだっていう感じか。いや、まあもう取れるだけ取っていって、で、様子見ればいいっすからね。いやー、ちょっと手応え大きいな。これで。まあやっぱ筋力いきたいですかね。わー、もったいねー。めちゃくちゃもったいねーわ。ヨーヨーは欲しかった。ただもうしょうがない。守る、いらねえか。一回休んでいいかな。まあタックも大したことないですし。ははは、休めなかった。これ強いかもな、相手。まあいけるか。うん、変化も3球締め、これ伸びてますからね、強いな。200、200、100でいけるかな。技術も使うとこうほぼほぼなくなってきているような気はするので、200、200、100でいけるんだ。まあ、筋力は絶対200でよくて、問題は、まあ、精神とかの筋徳が来た時にどうするってなるんだ。まあ今はポイント的に大丈夫なんで、これでいきましょうか。はい、勝てました。次いきましょう。クイックか。嬉しいような、微妙なような。これ、技術どうする？いるかな？
まあその野手特能まで考えると技術欲しい感もある。キレとかめっちゃ微妙。いきますか。あー負けたー。ちょっと久しぶりにこれ途中負けのやつを動画出す感じになる。うわこれめちゃくちゃ強かったじゃん。まあ、確かに。いやーもったいねー。はー自動失点にやられました。これ2万点構成したね。これエース更新はなかったかもしれないけど、うわーこれ悔しい。やっぱサクッとでやってはいけませんねっていう教訓になるな。皆さんサクッとは、サクッとはご利用は計画的に、ご利用は計画的に。うわーこれ完全やったなマジで。あーちょっと前触れとかもあるからな、一応置いとこうか。うーわー、これ、途中負けなん強。これでいきますわ。精神系来るかもしんないですしね。まあ、来ても大丈夫か。火消し人。あ、鉄は。あ、腹椎ですね。OK。海岸も勝てました。うーわー、試合に勝てなかったな、マジで。試合に勝てなかった。うわ、これだいぶ痛えな。うわ、いった。あ、パワー飛行か。まあ、いいか、4番取ろう。いやーこれまだ全然伸ばせたな、悔しい。さようなら。めちゃくちゃ悔しいわ。試合途中負けですが、まあかなり強いんじゃないかなと思います。うわーすんよ。なるほどね。うわー2、3ぐらいいけたな。あーまあこれでは、あーまあこれはさすがに入るか。入んなかったわ。はい。くっそ、めっちゃ悔しいわサクッとは選んではいけませんね。これで、意気揚々と勝利の星なしなので、まあ相当、デッキ的には伸ばせそうな感触はありますね。まあ、あとは、しっかりと。いや、これ、うわ、めっちゃ悔しい。めっちゃ悔しい。また頑張ってやっていきたいと思います。はい。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、そして慰め、ライク、慰め、コメントお待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。